よろしいですか、お写真よろしいですか。はい、ちょっと待って、あ、いいですよ。はい、ありがとうございます。どうぞ撮ります。にこやかにまたお願いいたします。ではこちらお願いいたします。ではこちらお願いします。はい、一緒に行きましょうね。っていう話をある。どなたかなんて誰って、あれ結構頑張ってるんで。なんかうちはその代々鹿島大師の家だったということで。元々その江戸に、鹿島をね、鹿島神宮を、宣伝して歩いていたというような家だということを、まあ、前から子供の頃から聞かされてましたもので、何らかの形でもって鹿島の神様との、ご縁を結びたいなと思ってたものですから、はい、今回ちょっと、鹿島の町の方たちから声をかけていただきまして、本当に正直言って一日で描いたようだったんですけど大変に迫力のある画面にしていただきまして遠く離れたこの熊野と鹿島でそういうつながりもありですね。こういうのがご縁なんだな。これを起爆剤にしてね、ぜひ皆さん地元の人たちも目を開いていただいて腰を上げていただいて自分たちの手で町おこししようよっていうねそういうなんか気持ちが芽生えてもらえれば私たちが嬉しいなと思うんですけど、はい、続きを取りいたします。あ、いい感じです。皆さんもっとあとはニコニコで笑っちゃってください。はい、ではこちらお願いいたします。では取りします。はい、もう一枚取りします。